皆さんどうも、キュウです。今回はね、新コインが来まして、ついにね、まあ、いつか来るだろうって言われてたんだけど、新参ウルター Z コインが登場ということで、まだゲットしていない、つまりね、未所有のウルター Z の妖怪を絶対仲間にできるね、激アツコインが来まして、まあ選べるにはならないんだけど、未所有のさ、ウルター Z が入手できるっていう時点で熱くて、今回ね、まあ、1人1回まで買える1アカウントで1回かな、なって、値段としては4900円かな。まあこれはキャラにはよるけど、まあ、5000円ぐらいのね、払う価値あるけど、全然ウルター Z だからあるんじゃないかなと。で、中身は、まあ、ウルター Z 全部とかさ、入ってるわけじゃないし、ニャンボとか入ってるわけじゃないんだけど、クロセンマとかね、シカフェスとか、この辺の強キャラが入ってて、今現在が、7体かな。まあこれはね、結構回す価値あると思う。まあコンプしてる人からしたらね、トッツルだけだし、当然ね、買う人いないと思うんだけど、これね、回すべき、多分コメント欄でね、おすすめの人、どういう人ですかっていうの来そうだから言っておくと、まあ未処理のキャラだったら、クロセンマ、シカフェス、あとは道場店汚れ、この3体がね、基本かな。まあワンチャンジャイアンもありだけど、まあ5000円払って、まあいい価値あるとしたら、シカフェスと汚れとクロセンマ。まあ、フェスとさ、汚れはね、みんな知ってる通り、種族のね、ベスパ入るし、クロスエイマーは当然ね、おはじきとか、まあ、周回で最強ってことで、まあ、この3体をね、持ってない人はかなりありなんかな。うん。で、逆にさ、例えばクロスエイマーとか、シカフェスだけ欲しいよっていうので、でもさ、剣王とか、夏目とかね、ジャイアンとか、その辺全然持ってないよってなると、まあ、ギャンブル会社になっちゃうわけだよね。5000円払って、クロスエイマー欲しいってなっても、その、剣王出ちゃったってなる可能性もあるから、まあ、それを考えるとね、やっぱ本当に、なんだろう、大体のキャラ埋まってて、唯一クロスエイマー持ってないよっていう人からしたら神コインだけど、クロスエイマー欲しいけど全然持ってないキャラばっかだよってなるとね、やっぱギャンブルになるから、そこはね、怖いコインにはなるよね。まあ、このコインね、ついに来たかって感じなんだけど、まあ、人によってはね、かなり回す価値あるから、うん、まあ、特にクロスエイマーだね。いや、まあ、ついにさ、なんかウルター Z ね、少し前まではね、超すげえってなってたけど、今となっては、ま、正直なんかね、5000円払っちゃえば入手できるんか、みたいなところまでね、価値落ちちゃったから、まあ、もうウルター Z もちょっと価値落ちてきたね。でも今回ね、まあ、今後も追加されていくと思うから、まあ、1回目でしか買えないしね、一旦買っとくのもありかも、お金余裕があるとかね、一旦買っておきたいって人は。まあ、とりあえず今回はね、さっき言ったような3キャラをね、持ってなくて、まあ、他もある程度、持ってるよって人はね、ワンチャンちょっと、回してみるのもね、愛じゃないかなと。もし回した人がいたらね、何出ましたとかね、何狙ってましたとか、よければコメント欄でね、教えてくればいいかなと思います。はい、というわけでね、今回は以上になります。よければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。